皆さんこんにちは。本日は奈良県桜井市の阿部の文殊院の中にあります文殊院西古墳のご紹介でございます。こちらご覧ください。この美しい切石造りの石室、日本で一番美しい石室と呼ばれております。綺麗ですね。およそ1500年前にこのような技術があったということにまず驚かされます。そしてこちらご覧ください。こちら2つの石を重ねているように見えるんですが、実はこれ真ん中にですね、傷を入れてるんですね。傷を入れることによって、あたかも2つの石を重ねているように、均等に重ねているように見えるような工夫もされております。非常に美しい石室となっております。中にはですね、願掛け不動産ということで、不動明王が祀られておるんですが、その周りの石室ご覧ください。まさに日本一、いや世界一美しい石室だと思われます。まあ、全体像こんな感じでございます。はい、本日は日本一美しい石室、阿部の文殊院にあります文殊院西古墳をご紹介いたしました。ありがとうございました。